そして城南アナウンス会の AB 総合と永田美乃と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして引き続き、はい、そして会場を走り回ります、 V リーグ世界プレーザーズ応援団長直樹です。よろしくお願いします。直樹インザマウス。直樹 JT ファンのファイト、お願いします。よろしくお願いします。はい、そしてちょっと距離が離れてるんですけど、本日 DJ を務めてくれる DJ 大輔。 DJ 大輔、これ手振ってくださってますね。ちょうどオーストラリアベンチのすぐ後ろぐらい、はい、よろしくお願いします。お願いします。メンバーでね、今日は盛り上げていきたいと思います。お願いします。この時間を使ってみんなで一緒にできる応援練習をねしていきたいと思います。これが大事です。はい、まず3つ紹介しましょう。1つ目がスパイクが決まった時にある応援練習なんですけど、まず手を皆さん下に置いてください。はい、下から上にポーン1回上げる。みんなで一緒に動き合わせていきましょう。はい、3回やるで、4回目が段階的にボン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 、これを繰り返して、これスーパースパイクで音楽に合わせてやるので、皆さん一緒になってやってくれるかな。広島 Are you ready? じゃあ皆さん、最初から盛り上げていくぞ。じゃあ試合中スパイクが決まりました。スーパースパイク、スーパースパイク、みんなも一緒に、Here comes up、スパイク決めて、まあ、一応やりますからね。はい、それは相手もナイスプレー出たら皆さん一緒にやりましょうね。結構ボール飛んできます。はい、気をつけてくださいね。はい、はい、じゃあ続いて2つ目がこうサーブ決まった時の、サーブが決まった時、サーブセンス気持ちいい。で、はい、これは振り付けが手拍子手拍子、あの本当はエースエースって言うんですが、はい、これ日本の選手が決めたらその選手の名前をここで入れようかな。行きましょう。例えば試合中石川選手がエースを決めたという、あー見たい、いっぱい出るはず。手拍子、はい、手拍子石川、手拍子手拍子石川、みんなも言ってみて、石川、声出しましょう。おっと、あ、いいですね、石川、バッチリ。すごい、最高です、最高です。広島いいっす、ありがとうございます。いいですね、はい、これどんどんみんなの声も聞きたい。そうで、これもちろんエース決めた人が毎回変わるので、西川選手だって、西田選手だって、柳田選手だって、はい、まあ、誰が決めてもこれやっていきたいと思います。そうですね、ここ練習では、じゃあ市川選手が決めたっていう手でやらせていただきますね。はい、はい、じゃあ音楽に合わせて皆さん声出していきますよ。よろしくお願いしますね。じゃあ試合中エースが決まった、西川選手のサービスエース決まった、石川、石川、試合中やるとね、もっと皆さん気持ちが入ってくるので、はい、もっともっと大きな声が出ると思いますので、まあ、一応リズムとしては今のような形でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ3つ目、まあ、ブロックポイントですね。ブロックが決まった時の動きなんですけど、皆さん手を挙げてモンスターブロックっていう音楽の上にもう一本でコールとリスポンスをやりたいんですけど、まあ、ちょっと音楽ない状態になりますね。こうブロック決まったーって皆さん手を挙げて、この動きをやりながら、モンスターブロック、モンスターブロック、モンスターって音楽が流れているところで、僕がもう一本、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 多分マジだと思います。じゃあちょっと音楽に合わせてやってみましょうかね。これ試合中日本の選手がブロック決まった、皆さんこれやってください。手を挙げていきますよ。モンスターブロックが決まった、モンスターブロック、モンスターブロック、いきますよ。皆さんでね、期待を込めてもう一本コール、このままさせていきましょう。はい、ということでね、もう間もなく試合も開始しますので、最後は一本コールで締めましょう、ね、一本コールで締めましょう。これはもうやっぱり後押しが欲しい時ね、まあ、追いつかないといけない時とか、苦しい展開の時に、はい、ぜひ皆さん会場一つになって一本で締めたいと思いますので、はい、じゃあ中野さんお願いします。いいですか、皆さん準備よろしいでしょうか。日本、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 日
で試合中でこの2倍3倍おそらく出るはずなんで期待しましょう。はい、間違いないです。さあそしてもう一つ、はい、これから間もなく日本対オーストラリア戦が始まりますけれども、両チームの選手スターティングメンバーが入ってきた後すぐに試合が始まります。その試合の試合開始それからファーストポイントが決まるまで皆さんぜひ席をお立ちになってコート上の選手の皆さんと一緒になって試合の開始それからファーストポイントまでを一緒に盛り上げていきましょう。ぜひこちらの方もご協力をお願いいたします。お願いします。じゃあ今日もねこのメンバーで盛り上げていきましょう。いきますよ皆さん、よろしくお願いします。お願いします。